はい、皆さんこんにちは。こんにちは。マスクをつけているとイケメンに見えるという噂を聞いてマスクを今回つけてみました。どうですか？という ATF バスケットボールスクールの山崎です。はい、っていうのを言うために撮り直しをしました。はい、で、今回なんですけれどもタイトルにもある通りお家でできる、ドリブルワークっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、そのお家でできるトレーニングっていうことなんですけれども、まあ僕はお家っていうやっぱキーワードがあるなと思って、はい、これで来ましたね。はい、これで。やっぱりお家でっていうとね、草履ですよね。はい、と思います。で、ちなみにバスケットボール西野くん何できたんですか？僕はスニーカーです。いやー、もううちでこれ履かないでしょ。ちょっともうダメだ。ちなみに何できましたか？僕はスリッパです。いやトイレのスリッパで来ました。トイレのスリッパでね、家の中で、中かと思ったんです。お家のトレーニングが家の中だと思った。もうやべえだろお前家の中でドリブルしてるやつ見たことねえだろ本当はい、ということで、お家でできるドリブルワークっていうのをちょっとやっていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、で、今回なんですけれども、2種類ちょっと用意させてもらいました。で、今回はまあその1巻目ということで、ドリブルの強度についてやっていきたいと思います。はい、まあ、基本的にはまあ次の動画でもまたお話しするんですけれども、まあ、ドリブルの強度と精度、まあ、この2つを上げていくことができるかなと思います。はい、まあ、基本的に今練習する場所っていうのが限られているので、まあ、その中でまあ何ができるかなと考えた時にまあこの2つかなと思ったのでこの2つに焦点を絞りました。で、その強度をやっていきたいと思います。で、その強度をするとまあどうなるんだということなんですけれども、まあ力んだ時のミスとかファールをもらった時のミスとか、まあ、もしくは相手が自分よりも強い時にこう、オラー行こうって言って持ってる力以上の力を出そうとした時、ドリブル失敗した経験皆さんないでしょうか？はい、そういうミスを減らすことができるかもしれないトレーニングということです。はい、ですので、まあ、基本的には、まあ、何をするのかっていうと、もう普通のメニューを力強くやっていきましょう。もう基本的にはそれだけでいいです。まあ、ただそのいつも通りのメニューを力強くやるだけだとちょっと飽きが来るので、まあ、こんなメニューいかがですかっていうのをちょっと僕ら3人でやっていきたいと思います。はい、なんとね、ちょっとね、少し練習してみたんですけど、まあ、誰もできないですドリブルが。いや、マジで下手くそなんですけど、まあ、要は僕たちとしてはアイデアを伝えたいので、まあ、その失敗してるところは笑いながら、まあ、見ていただけたらと思います。はい、では行きましょう。今のは尺としては使える。はい、OK です。難しいか。状態。はい、いかがだったでしょうか。今回は、まあ、ちょっと変わったメニューも何個か紹介しましたけれども、もちろん普通のメニューがちゃんとできるようになった状態でっていう話です。普通のドリブルがまっすぐつけないんだったら、もちろんこういう小賢しい技とかっていうのはできません。ですので、しっかりとまずは普通のことを普通にできるようになってから次のステップに進むようにしましょう。はい、これ何でも一緒ですね。絶対そうです。まずはだからそこをしっかりとできるようにならないといけませんので、まずは普通のドリブルを強くつく、そういった癖をつけるところから始めてみてください。だいたい10秒から30秒ぐらい時間で区切ってやっていただけるといいかなと思います。はい、回数だとやっぱり体力が上がってきたり上手くなってくると練習時間自体が短くなってくるので、まあそれだとやっぱり自分に対する負荷っていうのは減ってくることになりますので、しっかりと
まあ、1時間練習するのであれば1時間分のものが常に自分に降りかかってくるようにしないといけないかなと思います。まあ、そもそもバスケの試合自体が1時間ぐらいありますので、1時間ぐらいはフルで動けないとダメかなと思います。はい、ということで、今回は強度を上げるための練習メニューでした。はい、このメニューがまあ役に立つ立たないは別として、まあ、そのアイデアをね、しっかりと自分の練習に活かしていただけたらと思います。はい、ではこの自粛中にしっかりとレベルアップしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。